本日10月5日から島村でコスパ最高のスヌーピー75周年グッズ発売されたの知ってる？デザイン可愛いしゲットするしかないって感じだから最後まで見てね。私はエコバッグとベストをゲットしたんだけど、この動画ではそれ以外も紹介するね。まずは購入品を軽く紹介。エコバッグ790円。75周年チャームがついてて、ケースはしっかりしてて裏表デザイン違うの。エコバッグ広げるとこんな感じ。デザイン4種類あって悩んだけど、私はこれが一番お気に入り。裏のピーナッツ金の刺繍で可愛い。次にベスト紹介するね。これは一目惚れ。お値段2700円。ボタンが足跡になってて可愛い。おすすめポイントはポケット。ここにも75周年ロゴが。ポケット自体にも75周年のこと描かれてて、いろんな時代のスヌさんのイラスト可愛すぎ。一番のおすすめポイントはフード。これからの季節におすすめ。ここからは店舗にあった商品紹介するね。これはミラー付きチャーム。お値段690円。エコバッグ790円ケースのデザイン、黄色も可愛くて悩んだんだけど、私はグレーにしました。磁気パッドや枕カバーブランケットも可愛すぎた。磁気パッドの肌触り良すぎだし、これ1990円で買えるの最高すぎだよね。枕パッドは490円。どっちにするか悩む。ハンドタオルとフェイスタオルも良し。なんとセアテクッションも。ブランケットは円がモコモコで可愛すぎなんだよな。今回パジャマも可愛すぎてこれ買うか悩んだ。ネイビーもいいよね。ベスト。こちらを購入しました。白も可愛い。パジャマは2700円でした。ズボンもそう、可愛くて悩んだ。ワンポイントもあったよ。こちらは1790円。ニットもめっちゃ可愛くて買うか悩んだ。お値段2200円。なんと袖まで可愛い。丈も短めでいい長さだった。スウェットも可愛かったよ。しかも1490円はコスパ最高すぎ。色も悩むね。こちらはメンズのスウェット裏起毛であったか素材。私はメンズの方がデザイン好みかも。もう少し寒くなって残ってたら買おうかな。私はこれがお気に入り。みんなも島村行ってみてね。